スシロー、スシロー駅です。うろ急ぎです、ね、桃太郎電鉄ハイハムチャンネル、テリーです。はい、サンです。サリーです。ピンキーです。ママです。はい、10年目、さあ見て最後の年です。いい、次行って、行きましょう。え、まだやるんだっけ。でもうそ、ね、でも、はい、サリーもうだって勝ち目ないよね。なんかそんな感じだって、コメントでね、ピンキー頑張れって来てたよ。ほんと、ファンがいるぞ、ピンキーに。だってもう、すごい、ピンキー6パパ4つ、スタンは、スタン5、でも負けてるな。6って書いてあったよね。6 1人だけ。でもさ、もうすぐ発売しちゃうんだよね。誰、あ、ママハゲだ、新しい、ね、生ハゲいるんだよ。忘れてた。あ、そうじゃん。あ、そっか。みんなでもどこに、やばくない、なんかどこ行ってんの。誰もいないよ。あ、あ、あ、誰、あ、ピンク、ピンクって誰、え、なんか列車変わってない。パパこれにしてた。え、嘘でしょ、うん、こんなピンクだったっけ。うん、いい、なんかやられちゃったんだけど。どうなっちゃう、え、え、お金なくなっちゃうんじゃない、全部、やば、いくら持ってた、ま、半分、あ、あんまり持ってんか、あんまり持ってんか、どこなの、あ、あ、そっか、わかない、あっさん、あれだよ、なんか、そうだ、今いるんだっけ、なんか銀河鉄道、銀河鉄道ね。みんな近いの。どうします。近いの。いや、そんなことないな。北海道も広いんだね。だってもう札幌にいるのに26マス。カード？カード見てみて、なんかもう、あ、なんかいろいろ持ってんじゃん。オナラカード持ってるよ、やる？オナラなんだっけ？あー、フットボス。あと何マスだった？14マス。じゃあ特急使えばカードで。どれ？特急って3番、あ、それ、うん。これでさ、ピンキーがさ、ゴールした場合さ、3は？多分次の位置で、次の位置で、次のゴール、どれにつくんだろう。ハテナハテナってことは3、あれでもついてたっけ、矢印に、何が、貧乏、貧乏誰に、ついてたっけ、うん、あ、多分かん、角でいい、うん、いいなぁ、何だっけ、カード取るんじゃないの、吸い取る、え、あ、なんでピンキー、銀次、だって何もないとこじゃん、普通。いやでも北海道とか出やすいんじゃない。そうなん。なんでピンキーばっかりだ。押しねえ、押しねえ。パトカード持ってた？持ってない。いや絶対これ銀次でしょ。うん。押していいよ。あ、さあ、全額とか。いくら持ってる？物件。4分の1だ、一番少ないやつだよ、多分。いくら持ってる？あんま持ってないでしょ、現金。あ、ピンキーが運悪すぎるって。なんだよ、いいと思ったのに。でもあの絵と音楽は銀次だよね。銀次じゃない場合ある？見たことない。新幹線ない、もう一回生ハゲやられたらやらないやばくない。いやでも、あ、ついてきてるわ、ついてきてる、しかもまだここで終わりじゃん、じゃない、まだ結構長いから、ね、進んでない、行きます、まあ、ゆっくり行っちゃう、ゆっくり、ここしかも高いんだよね、いいんだっけ、うん、うん、いい、ゴールすれば目的地にゴールだし、 あれそんなことない、あ、でも4月でこれは高いんじゃん、あ、下より地上よりは、あ、出た、鍾乳洞だって、岩手県、岩手、山口、え、龍河洞、
東京はない。そうかな。あのさ、東京のさ、その23どこだっけ？高知でしょ。高知。あの高知。端っこの方。鍾乳洞有名じゃなかったっけ？あれ？東京の。あかんね。どこだ？思い出して。分かってないし。いや分かる。ないいやこれは兵庫がテスト出ないからね、多分ね、これは兵庫とか豆知識早くしない兵庫高知東京でもない、結構当たってるんだけど、このいやもうさっき取った7000万まあプラマイゼロ、プラマイゼロになった、結構当たってんだけど、どうしよう、勘でしょ、だって勘、うん、なんかぽいなんだよ、ね、これもう一回来る、うん、うこの近さでな望みは無理でしょ、逃げてた、あ、いや、あ、あ、ソリやばいぞ、物件、そんなことあんの、あーあーあうわ、3件さっき買ったところじゃったくね、いや、わかんない、ちゃんと見てなかった、近くにいます、待ってやばい、ゴールしちゃう、そうすると誰、サリーが、いや、サリーがボンビーで、いや、多分3だと思う、なんでだってそのままついてきてるってことは3が一番遠いから、ほら、あ、本当だ、全然違うじゃん、めっちゃ高くない、本当だ、2倍、3倍ぐらい、お、沖縄かハワイがいる、石垣島の方にしたっけ、沖縄かハワイ、じゃあウルマ、ウルマ、確認できないよね、多分、じゃあ沖縄、じゃあ宮古島に行く、うん、本気そうする、これ確かあれだよね、あ、お殿様か、あれみんなお殿様だったな、なんか捨てなきゃ、あ、見て、これいいじゃん、もうバキュームなんだったの、バキューム、バキューム、一番上捨てて、捨てらんないんだよ、あ、うんちいらないじゃん、これいらないね、うんち吸い取りか、あ、まだ、え、でもなんか高く売れたよね、そうだっけ、なんかそんな感じ、いいよ、せっかくさっきやったの、いらない、あー、バキュームくん、よし、収入していい、え、これ、うん、これ、うん、ナイス、久しぶりのゴールなるか、頑張れ、いいの、ここ回れそうじゃない、ちょっと右左から行ける、大きいけど回れるのは難しいかも、15、6でないと、どうだ、いける、いけるかな、いや無理そうだな、これ無理だな、どこにあるの、あー、あ、宝止まれる、宝止まれる、宝、宝、これそう、これ、うん、これ一等本当何円なんだろう、これだよね、うん、5等ぐらいで、だって何億、うん、6億とかじゃなかった、うん、あ、でもここめっちゃ回れる、え、いけいけいけ、何、1等なくね、あ、あったあったあった、ある1個だけある、1等が、ピーケーかわいそう、ピンキーピンキー買おう、なんで、多分ね、最後の方にドカンと来るよ。そう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 。ゆっくり。来い。ああ、いいな。気づかの。ここにここにうんちょっとして、3人取れなくしよう。前にさんが。やってね。前にさんが。みんなパパ吹っ飛ばさんがうんちしかなかったやつを思い出しちゃった。カードが。そう、カードがうんちしかなかった。パト、あ、パトカード持ってるじゃん。ここは出ない、なんか急にクリーム元気になっちゃう、あー6マスやだ、あんま早く行きたくないんだけど、今どうせ誰かゴールしちゃうからさ、とりあえずね、北海道ゴールしてからゴールしたいね、うん、確かにそれはやばい、一気に近づいちゃった、まだ言って結構あるよ、1億しかもちょうど6月7月ぐらいにもしかしたらいけるね、かぶったら3億とかもらえるぞ、今あ、行っちゃった、今ウサギが脱走しております、え、何押していいの、うん、さあ売られちゃった、物件500万だけど、あ、安いの2件売られちゃった、にサリーサリーか、生ハゲ来ない、生ハゲ来ない、生ハゲ一回来たらもう来ないのかな、いるよ、新幹線だ、あ、ちょっと下がった、
え、なんで？いや、あ、来た。あ、違う、狙いはパパだ。あ、あれ？なんだ止まんないとあれなのかな、ちょうど。そうなのかな。頑張れピンキー、いくぞピンキーが力に移すの。多分そのままだと思う。あ、いいよ、普通にサイコロして。ピンキーキュー、おー、やったー、おー、ナイス。神様は見ていた。うん、本当に指もつかないから。大丈夫だよ。モートロキングコーク。え、でもさ、まだベビーコンビ。ほら、押して押して。あ、そっか。うわぁ、みんな。北海道なのに薄着だな、みんな。確かに夏服みたい。こんな、あ、夏だからか。夏でも。まあまあまあ、季節に引っ張られちゃってんだ。多く9000万、すごい。まあでもビンキーこれゴールしなくてもさ、もらえたから。お殿様あるから。あー、見て、援助金をいただいたにもかかわらず相変わらずビリです。これイエローカードじゃね。お、カードを持ってきてくれた。カードでもいっぱいなんだ。イエローだったっけ。お、すごい、お、めっちゃいいじゃん。急行収入は全然使え。はい、うん、うん、本当にお願いします。どうなのかな、どうでしょう。あー、やっぱね、もう無限だからね、宇宙に行っちゃってるの。そうそうそう。さあ早くして、とりあえずもう北海道はいいよ。もう北海道のパスに行く。いや、遠すぎる。はいはい、星飛び行こう、はい、これ早く。いやでもファンがゴールするから。え、なんでもう終わり。もったいないかも、うん、もうちょっとで3がゴールするから。そしたら2人についちゃうくない？わかんない、あと 2,3 回でゴールするかも。ちょっとジャンプ失敗した。かわいすね、骨折しちゃうから。あの、入るのあるか見てみたら。わ、どうする、安いの1個食っても。これ一番上だけこれ一番上だけ買っとく。そうだね、タコしゃぶだけ買っとこう。おーおお、買えない買えない買えない。タコしゃぶだけ買ったと。これ一応そのイホッケ1個買っとけば。確かに、とかもったいないか。他に違うとこ買えるかもしれない、うん、これでいいの、うん、でもサリーたちはゆっくり行きましょうか。ちょっとマップ、はい、見てみてください。64マスです。マップこれだっけ、あれマップのプラスプラスか。見て、物件買おうかな、フラノで。あ、でも3億しか、あ、ピンキー意外と持ってる。物件買おう。でも生ハゲに取られたらやだなあ。これ奪えるか、ピンキーから。やばい。ちょっとそれやめとこう。どうしようかな。スイカだって北海道で。えー、美味しそう。ね。スイカカレー。ママが好きなラベンダー畑。ラベンダー畑買うの？ラベンダー2つ買った方がいいかな、これは。1万円。1億円です。1億円か。1万円だった。はい。はい。あ、さん来たよ。早くゴールして、種子島。あとな、どんぐらいなの？そんなにすぐはね。多分2ターンぐらいでいける。堪能しながら行きます。でもそんなもん、まあね、あと何マスだろうね。あー、ちょうどいい。あと2ターンだな。本当？2ターンか3ターンでいける。いや、3ターンで確実。ちょっと星飛びしようよ。いいよ。10。はい、10。いや、なんだろう、三大大橋。いや、わかるっつったじゃん。いや、違う違う、三大絶景だった。なんだそれ、絶景に三大絶景なんてあんの。なんかあった気がする。メガネ橋だって、なんか聞いたことある。沖縄じゃない。なちげえよ。あれ、どこがメガネ橋って聞いたことあるぞ。長崎。はい、ほら、いや、これ調べてないです。なんかね、旅行行こうとした時に、この
観光場所みたいなのでメガネ橋あった気がする。へー、はい、次は長崎も。なくなった。あ、消えた。よし、生ハゲ、まさ、いっぱい買えんじゃないのこれ。あ、サリー独占できる。10億独占はすごい。飛び引きチョコビ、飛び引きチョコビ、美味しそうね。美味しそう。うわー、これはすごい。はい、次ピンキーです。ピンキーもなるべく物件買いたいところ。そっか、周遊があるからね。あ、17がある。70 知れとこよ、もうすぐ近く。これ、うん、これ、うん、やっぱ強いな、星飛び。星飛びダビングしたいね。しかも周遊、しかもそうそう、ダビングしたらめっちゃ強いわ、はい、今さいっぱいだからさ。うん、いいよ、ゴールし放題やん。で、周遊どんどん使っちゃっていいんじゃない。急行もあるし、特急周遊もあるでしょ。まあこれはゆっくり。ピンキーカードは強いんだよな。カード意外と、サリーもねカード強いんだよ。すごい遠いけど、目的地に近くに行くやつとスペシャルカードがあればいいんじゃないの。とあの人飛ばせる。ああ、沖縄に、はい、あ、なんだ、松尾ゼロの年記念、今10年だからか。まだいいでしょ、だってこれはもう捨てていいでしょ。うん、やめるでいいんじゃない。一番上の捨てない、ね、捨てらんないんだあれ、赤い文字だから。岡山に行かないと、うん、ま、パパは誰かゴールスの待つかな。一個貧乏上なんだ よ。もうお金ないんだよ。1億しかない。なんだかんだ7月ならやばいんじゃないの。銀河駅やだ。6、4月はもうこれ終わっちゃったくない。いや大丈夫、ゴール、ボーナスの時期だからね、多いのよ。ほら、次ゴールできる。本当だ、うん、いや、すげえ。そう、わ、20億いっちまった。うじら弁当屋、あ、1000万だった。全然お釣り返ってくる。はい、どうぞ。さい、最果て、最果て、一応最果て。お、カードを変えるよ。もう無理だよ、開けない。カード変えるよ。え、パパは近いの。いや、すぐ上にいる。だから多分パパだと思う。でも次1出たらまだ分かんない。パパ59だったから。え、本当？まあ、でもどっちじゃ無理だよ。出た、出た、ぶっ飛び周遊。わあ、微妙か。ぶっ飛び周遊楽しそう。特急周遊ぶっ飛べるんでしょ。ぶっ飛び周遊のが高いね。まあそりゃそうか、一気に移動できるのは飛びだから。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ、安いね。小袋安くない？何が結構いいの出てくるよ、うん、しかもさ、今あんまカード持ってないじゃん。そうだね、持ってないから。結構いい説ある。だってさ、しかもポイントが貯まる。1800万円。さあ、ピンキーゴールするか。これどうしようかな。ゴールしちゃっていいよ。あれ、なんとか特急周遊あるでしょ。これいける可能性あるよ、それ一発で。結構確率低い、665じゃないと。これでいいんだね。なかなか難しい。だって何あるダビングできんの。うん、そう、だ、ダマス2つもあんぞ。いや、上下にもある、3つ。あ、惜しい。どっち行けばいい。バイ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 。そうそう、おお、めっちゃいいじゃん。タコライス食べとりあえず独占できる。これ、うん、なんて読むんだろう、それ金庫、はい、かな、金竹、金なんてとこなんだろう。あ、でもこれ金だって。え、いらないね。北谷町ら辺の位置だと。全部買う。うん、はい、初めての独占。え、あれ、初めてってか独占。順調に物件増やしてるぞ、ピンキーが、うん、でも今のだけだよ。すごい、ちょっとさっきも1個買ったやん。ここで1億だって。やっと3億で、見て、綺麗な、さっき湖。いや、1マス1マス1マス出て1マス。なんで。いや、まだもらえたお金。ああ、ゴールです。ゴールしちゃったよ、さんが。結局ピンク。
なぁ。やばいよ、なんか上に行ってこよう。いや、もっと、もっと何が、こいつをしてよかった。下の世界、下の世界の、これここでさ、銀河活動のカードって貧乏が持ってきたんだっけ。確かそうだった気がする。そうだよね。そんないいことするの。めっちゃ高いみたい。イエイ。でもさ、十分相当アホマスで回収できてんだよな。回収できる。しかもゴールゴールのお金、しかもピンキーもらえるよ。そうだよ、ピンキーももらえるよ。お殿様持ってるから。え、なくなるか。なくなる。さすがに1回しか使えない。まあお互い余裕って何回使ったらなくなる。いや多分ランダムじゃない。え、1回で2回目でなくない。いや2回はさすがに。ないよね。でもう1回。やべえ、じゃあいきなり12億サリー頑張れ。サリー、はい、サリーすぐ違う、やんないで。いきます。真ん中ぐらいにしてください。北海道とかだったら終了。これ宮古島もう上か下かしかないの。右下宮古島。本当だ。なんか北海道なくない。おお、東北だな。もう上の方や。上か下かなんだよ。上の方。 あいいじゃん。ポツン。はいはい、関東、中部、近畿ないんだ、全くほとんど。よし、星飛び行こう。次誰？多分サリー近いんじゃね。38か。でも福袋使った方がいい、ね、一番近いよ。やっぺ、ピンキーと遠い。だからゴールしたくなかったんだよ、そこで。仙台地区、うん、ほら。え、30マスだよ。福袋20丸ついてた？ついてないわ。70マスとかだったらさ、20丸ついてればもう一回行動できるから、カード使って終わっちゃう。へどうする。いや、最果ては絶対使う。あ、違う、仙台地区は絶対使う。最果ては誰か飛ばせる。だってサリーが一番近いのに何使う意味が全くない。嫌なんでしょ、だから。貧乏と一緒に行動したくない。いや、もっと、だって70マスで貧乏ついてる時。じゃあ早くゴールしちゃえば。潜在地具使って。シャツ着てなくて可愛いじゃん。使わないの？ま、あ、9月。あ、でも9月で一気に下がっちゃうじゃん。いやでも1億ある。まあまあまあ。まあ。物件売られちゃうと困っちゃうね。ペイペイ。ハジされちゃう。ペイペイポイント。サリーの大好きなペイペイにチャージされちゃった。あれ、星飛び。やばい、一気に。バイバイさん。バイバイ。なんなら、サリーが一気に。ダビングしないの？まだ大丈夫だと思う。一回使ってダビングしよっかな。3回まだいけんじゃない。いや、どんどん怖いよね。それでなくなったらやだ。いや、もう一回使おう、もう一回使おう。やだやだ。いや、攻めを攻める。チキンレース、チキンレース。いいよ。使っていいの？うん。6発都だよ、しかも。都？都島じゃないか。66星飛び強し。それでゴールすれば3になるから、うん、だから使わない方が良かったでしょ。星飛び強し。いやでもこれでサリーぐだるよ。全然ゴールできないと。そういうこともあるんだよね。まあ6マスならね、普通のサイコロだけで。パパがやばいよ、3億しか持ってないんだもん。カードどうだろう。いいの買えるぞこれ。でもそうか、いらないんだよ。ロイヤル EX 売ってる。うわ、でも週ロイヤル EX ってなんだっけ。めちゃめちゃ一番いいカード。じゃあいい、うん、いいよ。パパが一番何のイベントも起きてないよ。だって見て、綺麗な湖ね。あそこなんだろう。キラキラ。 あれだよ、なんかね、有名な場所なのあれ。北海道行った時行こうと思って、なんか iPhone のデフォルトにある待ち受け画像にあの青い湖、自然になった青い湖、あるよ iPhone の待ち受け。コーンが出てるよ。すげえ、赤ちゃんみたい。うわ、なんだこいつら。こうなったらクーヘン買ってやる。サリーの奪っちゃおうかな。奪えるカードで。ごちょうだいサリー。サリー1個もらっちゃうね。よし、ずっともらできる。何回か使える。はい、3だよ。サリーだって1なんだもん。そうだよ、なんか強いんだもん。どうせ、あ、でも特急周遊ある。
でも吸収量じゃこのマスだと心も。でも18出たら一気に54までいくからね。いやでもじゃな。絶対で最後さ負けるじん。ただどうなるか、ピンキーが次ゴールする。あっ。鹿児島。うん、これ消えちゃう、もしかして。消えちゃう。そうでしょ、どうすればいい。中断されちゃうよ。どうすればいい。ちょっと待って、一回切っていい。うん。オッケー。はい、どうぞ。ここ買っちゃいます。1億 10% はまあまあいい。うん、確かに。カフェ持ちすぎじゃない。だいぶ。どうぞ。なるほど。パリアサリ。ハロウィンですよ。おお。高輪ゲートウェイで新しいカード。リニア。え、リニアって。リニア EX の上かな。なんかめイロイヤル EX そこにもあるよ。そうだね。いいんじゃない。テレポート。あ、虎に翼。あ、これもいい。うわ、虎に翼2個特急。強っ。福袋強い。そうなんだ。最果て、あ、いやないや。虎に翼は2倍になるやつだよね。うん。ゴールした時の。これ。迷うな。でも期間延長今持っててもしょうがないんじゃない。え、でも特急カードあるよ。あ、いや周遊じゃないと使えないから。あ、そっか。今持っててもしょうがない。でも出てくるかも、ね。いやでもそのために枠一つ。またトラニツバサ。3個はいらないんじゃない、さすがに3枚は。そんなゴールするとかあんまない。めっちゃくれるじゃん。あ、しかもカード買ってきた。だな。カード一気に1カード強くなった。確かに絶対カード難しいよね。でも南にいて北に進みたかった場合ね。そうだね。3とかはめっちゃ欲しい。今は欲しい ね。ピンキー行け。どうしようかな。とりあえずダビングしようかな。カードでダビング20丸だった。確かダビング20丸だった。20丸だった。ダビング、おお20丸だ。よしやろう。やっていい。うん、それで星飛びをダビングして、え、捨てないで。え、使う。使うで。捨てる捨てる。はい。うん。で、星飛び。それ。はい。はい、やっぱさ、運が悪いと後で良くなるんだ。それはないでしょ。え、だってそれは、いや、どうしようかな。サイコロか。あれ悩むな、カードの。使っちゃえ、使っちゃえ、もう。結構持ちすぎて。6。ああ、どうなの。いけるかな、いけるかな。あい、ん？どこ？あ、ん？どこ？だじゃない？どこだったっけ？あ、あ、いける！いけいけ！2連続！え、だよね。あ、違うか。3がさっきゴールした。まあでも、お金はもらってるから。うわ、急ぎです。わあ、田舎だね。ニワトリも乗るんだね。ちゃんばっかり。スシロー、スシロー駅です。こちらどうぞ。6億いったんじゃないこれ。ゴール。あ、まだだ。同じだ。変わってなくない？え？いや、上がってるかなと思ったけど。やばい、一気にお金持ちに。さっき1億だったんだぞ。1億切ってたよね。ああ、やば。なお？まだまだもらえんの？そりゃそうでしょ、物件がない。物件の数が違うからね。これ何、次何のカード？押していいよ。パパじゃ強い。カード強いと誰？パパ？なんでしょ。なんでしょ。あ、そうか。めっちゃ遠いとこいるよ、さん。田中島周辺。まだだってちょろっと一番下だよ。うん。またこれで種子島の方だったら。いけいけ、宮古島、宮古島。頼む。ま、うわあ、さんが近い。上か下なんだって、だから。星飛び行くか、星飛び。な。待って。え、たくさん。どこかにめっちゃ近いところあるよ、確か。いやでも星飛びでどこに行くか。そう、まあ、そうか。
なんでこんな上か下なんだよ。いやもうやっぱこういうこと。これ全部買えんじゃない？いやもういやどうせない。ああきついわ。買えないわ。買えないよ。上と1億ぐらいかな。アパートたら4と。4と？え8は買わっちゃダメでしょ。えどうやってやめるか。4と1かなあと3。5億ぐらいは使っちゃっていいんじゃないさすがに。じゃあいいよそれ。え？まあ本当は8億1本買いたいって。これでいい？パーセンテージ的に。押すよ。うん。いいよ。高額物件を買い漁っております。やべえ、ほんと何もしてない。一番何もしてないよ。めっちゃちっ、10マスだよさ。ピンキー見て。ちょうどだから船も使えないから飛行機も一番、はい、ゴールしちゃいます。しかも微妙なカードばっかり。いやでも新幹線引き換え券持ってた。ああれカードマス止まったっけ。カードマス。ああもういいやちょっと。とりあえずなんかちょっといや弱。わかんない。旅でゴールするかも。弱すぎる。そんな駅には行けない。次に旅の次に。あダビングがある。新幹線周遊ダビングしに行こうかな。え同じマス行けるのすごい。ちょっとこことここにあるよね。どうやって同じマス行けるの？よし。頼むぞ。回っていく。ああ。Oh my god。そんな。ああ。なんだこれ。ちょっと興奮して。なんてこと。何にもしてないって今回。何のイベントも、はいはいはい、空気だよパパ。ハイゴール、ハイゴール。空気、ハイゴール。ゴールしたらもうついちゃうじゃんボンビ。どこ？10だよ。上だ。ええここ来たらもうちょっとスモーシン、あダメだ。ダメだよ。横からじゃん、横から右からだったら。なんか。あここ行ったらね。おおいたいた。え？サイコロ増えるやつ。こんなピカってあったっけ？そなんかちょっと。ええー、何これ。あすげえ。なんか見える。すげえめっちゃ綺麗。うん。これめっちゃ勉強になるじゃん。熊本城。今までやったことない。あと清正。いや多分最近はなんかやってなかっただけ。止まったところでさちょっと見てさ勉強するっていうのいいね。今まで見たことなくない？うん、じゃあ行きます。あだ止まったところ勉強しましょう。はい。空港でどうしよう。さっきみたいにさ。おお。神。神がかっております。神がかっております。ねえパパがパパ見てダイヤ工場見た。ねサリーも何もしてないよね。ゴールしたサリー。パパとサリーが空気なんだけど。1200億円。やば。ねえこれです。サリー早く潜在地絶対ピンキー貧乏になった時。次どっかに寄るくないの。絶対大きい鬼になると思う。あピンキーとサンがこれでお金持ちすぎキングビーボーのボンビになったらもうかわいそう。それで地獄に行ってしまうか。はい次は福岡です。あ真ん中にしてくれた頼む。次はホノルル。もうパパ移動手段がないんだよもう。うんおー真ん中来た。誰が一番近いか多分サリーか。ほら見てダイヤっぽいよ。やばうダイヤだよダイヤじゃない。こんだけ価値あるってことはさタイヤ工場じゃタイヤがいっぱい高いからダイヤかな。あれかなブリヂストンとかアマオイチだって価値がやばすぎるほとんどのタイヤを作ってるってことだよ。いや靴は買わないさすがに10億で2ほら2000万しか。いやでも価値がすごいからつか戻ってくんのか。まあ売られちゃったらしゃあないし。アイスまんじゅうってさ雪見大福かな。ある多分。なんだそれ以外あるかな。
でも久留米ってどあ見ればよかった福岡あ福岡福岡違うよあそう何があるか場所情報はい3ですこれもう物件一番買ってる、はい、あー3のラーメンよラーメン横丁味噌ラーメンねあこれ毎回来るやつ毎回毎回ラーメンそうだサリー毎目ってやつ38だよ待ってプラス押してみていやピンキー近っピンキーピンキー近いまたまたリンゴつくじゃんパパとサリー同じ一緒のとこいるかい、うん、あそうだあ違うめっちゃ近い下にいるパパいやいやいやよかったねどうだね確かに、うん、使っちゃってもいいか邪魔だしゴールしたらうわいいじゃんめっちゃ移動できるどこだ残しといてあげようかなどこだどこコロマスターにもっと下もういたあったかったあれ今あっね人参で遊んでるねえ結構来るな多分飛行機え、そうなん、うん、か、飛行機でしょ、うん、すごい、一気に22、24、うん、まあ、11月24かてれってれカード、カードてれってれてれってれこれは、即休でしょカードの周遊って文字おばがすげーほぼ周遊じゃん強いあっちなんだこれうんバッテリーがめっちゃ熱くなるよ何これ熱ちゃうんだよ怖いつもだいつも怖いよこれいける下おーいけるよなんかすごくないやばいぞゴールしてゴールされてたんだけどでまた3人貧乏つくじゃんネモフィラ農家めっちゃいいじゃん絶対買った方がいいよ10億 10%ゴールがさみんな早くない？ねえ、でも回転率早い。ゴールしすぎじゃない？移動能力がないパパとサリーが。え、でもサンも言って吸収よ。お寿司、お寿司。星飛びが最強すぎて。ゴールラッシュじゃん。まだビリ？次何のカードよ。ビリどんどん良くなってくる。欲しい欲しいあ、いらないいや、次北海道いや、いらないでしょ周遊持ってんだから2万円いや、星飛び捨てようもういや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 もういらないおならいらないあったあったおなら絶対にルーレットルーレットおなら使いたいんでしょうん、もうめっちゃ使いたい鍛えいらないよもう鍛えいらないでしょ鍛えいいよバイバイ何え、鍛えてていいうんあーやばそうだよねさあえ消えた何がさあ福岡愛媛あれおおあれまあまあ近いなんでサリーの国にいたよさ3が近いかな可愛い愛媛がもねえどこどれ買えばいい中国のところまでじゃない。ウオイチ。ちょっとやばいよ。どれ買えばいい？10億。一番上から1234。一番上からね。1234。オッケー。意外とでも7億。いやこれパパ抜かされたかも。だって高額物件が多いもん。ねマップ見てみてやばいんだけどどうあ、3めっちゃ近いよ、やっぱりえ、かわいい待って、もう一回見てなかったうんじゃあゴールしたらねえ、ほんとパパがかわいそうまず何にもできない何にもできない何引き返すんだいやちょっとカード売り場目指そうテレポートでワンチャンチャンスいける。あ、いけー！
まあまあ。何マス？何マス？十九。あ、サリ。何マスだった？わかんない。いや、三は何だった？もう北海道から出たい。24。え、パパのが近くなったよ。やっと北海道から出たよ、もう。勘弁してよ。まあ確かにサリー今飛行機乗ってるもん。結構移動柄。どこそして。え、めっちゃ近くね。大日向かでも。おならで松山でかよ。わかんないけど。ここだ。松山でございます。ね、ちょっとピカッていったってね。なんかあのピってやつピカッてあったんだった。いや、次止まったら。ピカッてカード少ない。カード欲しい。だからそろそろキングボンビ。待って待って。怖いね。そろそろキングボンビ。ね、ちょっとおとなしいな。みんなターンの。まあまあ、確かに。全然行動してないから。4、3、2。やばい、でもすげえ近い。でも見れるよ、そこだったら。物件を買うか。お、使い切りました。行きますか。1。いやでも物によっては。物件買った方が良かったんじゃない？27も持ってんな。いや結構買ってたよ、でも。もっと買った方がいいでしょ。よし、28億いった。あ、売られちゃった。マーコソファ。なんかさ、食べ物屋さんよく売らない？ほら、全部食べ物屋さん。食べ物好きだからあんなに太っちゃったのかな、ね、自分で買ってんのかな、ラーメン、ラーメン、はいはいはい、30万、ラーメン30万って言われる。サリーもお金あんま持ったね。カード使う気ゼロやん。全然自分使っちゃって、もう買っちゃおう。カードカード、星飛び行くぞ、ね、下の星飛びね。カードで大丈夫か、ピラの星飛びね、これ、うん、このとこにテレポート、え、テレポート持ってたっけ、持った、あの福袋か。あ、今回微妙です。32今は結構31、今11と68ぐらいじゃなかった、64、32で行こう。おたかって読むの？おわし？いいよして。うん、あれわしたかど？いいだよ、うん。いやわしじゃないと思う。はい。はい。え？なんて読む？結構行くね。カード売り場。あれパパ19だよね。かな。買えない、あ、買えないじゃん、いっぱい持ってるから買えない。うんちばっかりじゃなかったし、うんち塾みたいな、見せて、うんちの壁か、うんち、全部うんち、ここうんち、ここうんちだから。お尻系多いよ、このお尻。え、うんちの壁って何？トイレ、カード、トイレなんかな、うんちの壁カード、高いんだけど、うんちの壁。え、うんちの壁カード見せて。横一列全部うんちとか、これ、これ一番下、一番下、なんか、ええ、4つの多分重要な場所に移動するところ、ちょっと教えて、4個のうんちが出るって、そこから、え、出てどうする、そしたらすあの通れなくなっちゃうだけ、移動できなくなる、恐ろしいんだね、うんちなのに。恐ろしいは読めたのか、漢字読めたの、それ、いや、なんか分かった、すごいね。なんとなくいいよ、もう買えないじゃん、なんだ、何、え、須崎の苗がばたけ、なんかあれじゃないの、あ、ほら、あ、来た、なんだっけ、蜂の木みたいな感じになってる。なんだっけ、再開発授業ね、お金もらえるんじゃなかった、そうなんだ、うおー、わぁ、わぁ、苗がばたけっていくらなんだろう、試験なりの苦しい。はい。うん、いいよ。はい。うん。これ売るためのあれだもんね。はいだよね。ああ。うん。やばいね、さ、ピンキーが。これ家にする必要ないよね。うん。でもさ、あの。売られないじゃん、確か、うんち。農家とかさ、そのそっち系さ、壊されなかったはず。
絶対。うん。うん、近い。じゃなかったっけ？なんか壊されないやつあったじゃん。それあれ？絶対に。ホコリみたいなやつ。売られないし、壊されないし、そう。だから選ばせるんだよ。どっちがいいかっていう。今目先の現金か。っていう。模様が畑は言うてそんないっぱいありそうなのない。あんまりだからないんじゃない？そっち系の物件がきっと。だから飲食店とか多いんだよ。簡単に売られちゃうけど量があるって。どうしよう、お金あんま持ってないんだよな。うるりん、うるりん。やべえ。今いくら？2億か、12月。1億は来そう。やべえ。見て、ラクダが立ったり。くっそー、もうちょっと。回ったら、回ったら。もういい、カード。頼む。新幹線。なにこれ、あ、これなんだっけ。これ結構良くなかった？頭。頭読めた。うん、頭してる、習ったもん。うちも習ったでしょ。これ良かった気がする。気になるんだけどめっちゃ。1頭。11も押すんだ。1頭大きくなっちゃう。11も押すんだよ、あんた。ちょっとしとけ。やだやだ。あー。ガッチャイガッチャイ広島焼き。ねテレポートってそのところちょうどぴったりに。いやどうだっけね、近かったかな。プロ野球チーム。チーム。カープじゃん。カープ79億で買えんの。あうちら。あでも左か、誰もいません。ここはね。はい、はいはいはい。あと3ヶ月よ、あと3ヶ月、あと3回。サリーだ。さあパパとサリーはゴールできるのか。タビングってでも意外と潜在一遇2つ使っちゃうとか、うん、もうあと3回しかないからゴールしないと。えもうこれで終わりにするの？あいやしないけど、これでまたできるよね。たださ、もしかやれる時間もあるかわかんないじゃん。結構毎日やってるわけじゃないし、なんか1ヶ月に1回ペースでだって、うん、やばいでしょ。テレポート潜在一区2つ持ってるの強。そばまで飛んでいくって。そう多分ね1マスか2マスぐらいじゃん。それか反対側とか、うん、でも近くになることは確か。使っちゃうこれ。でも意外とパパも3も11、そんなに。だから潜在一区使って次スペシャル使ってゴールが一番早いんだよ。いやでも次使った方がいいと思うんだよな。まあいいけど、まあ、あと3回3ターンしかないからね、使わないとゴールできないよ。あと何マスかってことか。9マスだったらスペシャルでもいけない。ああいける、いけるスペシャル。うん6でいけるわ。3もパパも持ってないからね、太鼓の周遊系持ってないから。そうだから1回じゃいけないんだよ。よかった、うちも。ピンキーで次サリーゴールします。まあピンキーだよね。さあこのターンどうするか。あとちょっとさ、どうしようかな。カードであれじゃない、特入周遊これどっち。次でもサリーゴールするよ。えそんなゴールじゃない、うん、スペシャルでゴールしちゃうから。まあだからじゃあ普通のサイコロでいいんじゃん。確かに。どっか物件買った方がいいんじゃない。矢印いけるかな。してツー行けばツー。あ、ツー行けねえわ。伊賀、伊賀か松坂。カードはいい、カード。松坂が、松坂牛。伊賀か松坂行けるよ。どこ、そのお金マウスのところ行く。どっちどっちか見て。まずこっちに。でもあれだね、独占松坂牛しかない。8888忍者グッズとかあるんじゃない？パパ、フリケンセンブ。忍者屋敷あるよ。これでいい？うん。え、パパ。一個買ってるよ、松尾芭蕉グッズや。なんなん？いや、売られちゃったんじゃないかな。独占崩れ。はい。上二つと。二億かな。二億だって、忍者屋敷だって。これ？うん。それでいいんじゃない？いいよ。絶対ピンキーに抜かれたわ。
ああ、多分。あ、しかもなんか来たよ。あれでしょ、仙人でしょ。仙人じゃん。何もまたカード系。カードだよ、またこれ。イエローカードじゃん。いや、わかんない。300件目を買った。え、なんか乗っ取り。望み。やった。どうするこれ。なんかついにおならを捨てるとき。おならいらなくない？ついにピッキーのおならを捨てるときが。望みサイコロ5個。岡山誰かやってよ。いや、自分で行かないとダメなんだよ。岡山だから、岡山に行くになったら。ああ、そういうことね。おなら捨てないよ。どうするの？何か捨てないと。あっち行けってなんだっけ。貧乏どっか。ああ。いや、あっち行けは相当いいと思うけどな。でもキングボビーの時は使えなかったよ確か。え、うん？おなら見せて。ならいいでしょ。おならいらない。どっか買わないやん。いやだ、どうしてもいるの。いや。そうそうそう、これ以外全部いいやつ。いらないよ、なな。おならいい。だ、おなら。いいやつじゃない。おならを残したいんだったら、あっち行けか急行周遊かな。それか特急1個捨てるか。もったいなくない。うん。じゃあ。謎のこだわりが。ピンキーが捨てたくないんだから。うん、自分で決めな。どうする、貧乏いなくなるやつかサイコロ増えるやつか、どっち捨てる？何個増えるの？2個。どれが特急か急行。これ特急がサイコロ3個。のぞみは1回しか使えないけど5個ぐらいだって。え、特急は3個で、そうで、星飛びの下のやつが2個。特急何回か使ってんの、どっちだ、上か下。上な気がする。捨てない方がいいよそれ。これでも新品下あるでしょ。だったら上の特急お風呂捨てちゃっていいんじゃん。ずっと使わないでも捨てちゃえ。特急、特急周遊急行の方が良くない？だって急行も新品なんだよ。あ、だって特急も急行もさ変わんない時あんじゃん。サイコロ3つでもさ多分上な気がするけど、そんな2個も3個も変わらんの。いい、星飛びの下上のやつ、あっち池の上。え、うん、そうなの？そっちが確かそれが古いんじゃない？え、そうなの？だって3枚目ってパパが言ってたじゃん。なんかもう訳わかんなくなってきた。いや、そう、特急周遊ダビングした？してない。え、したよ。したじゃん一回。した？これは星飛び。いや、前回しなかった。してたよ、特急周遊。え、もらったんじゃないの？だって。そうだっけ？あ、違う、星飛びが。いや、下のやつはゴールしてもらったやつだから。うん、絶対新品だ。星飛びダビングで間違った。3番目にあるのが星飛びだから。特急、そうだよ、それ多分使ってるやつ。それでいいよ。これ？うん。これ？うん。これ3個のやつ？そう。じゃあ2個のやつ。ピンキーがおならのやつ捨てたくないんでしょ。いいよそれで。じゃいいのね、おならじゃなくて。いいよ。いいよ。え、流行は捨てたの？そう、ピンキーが選んだ。いいの。なんだっけこれ。このカードを使うと今一番持ち金の多い人より多くの現金がもらえます。くー、これラストに使おうかな。3じゃない、一番持ってんの現金は。ラスト多分でももう使っちゃおうかな。奪われちゃうんじゃない？だってまだ3、20 3ヶ月ぐらいあるでしょ。もうあんま今お金ないし。確かに。30億はもらえることは硬いわけよ。うん、30億近く。22億ぐらいで。もうどっちにしろゴールできないし、2億しかないし。相当いいカードじゃないそれ。現金一気に増えんじゃん。使っちゃおう。しゃ、存じ立てまつります。ハリーが後から多く回すよ。いっぱいゴールしてプラの翼も持ってるし。あ、そうか、3だよ多分。だって あんまりだった。あのテレポートも1000プラスすること3億円いただけるそうです。27、29。しゃ、なんかみんなお金持ってんね。ただで29億。誰うち置いたん？どっち？いや、この貧乏。え、
うんちした。まあもう次ゴールするわけだし、サリーが独占できる。独占して、サリーゴールする気あるんでしょ。だってあれ貧乏つくの誰？ピンキーじゃない？嘘。ほら、うん、みんな近いよ。なんでよ、やだ。いいよもうなっても。やだ、覚悟できてるじゃん。地獄にいいじゃん、平穏。ちょうど良さそうな平穏。それでまた地獄に入るんです。平和を願う美術館。え、5億しか残んないの？10億のがあるか。平和を。ただここの独占はでかい。決算で一気に戻ってくるから。まあ確かに。じゃあウルリン、さあ進化。あれ？何も担当か、そうか。サリーに。あ、映したんか。そうなの。うん、サリーについた。サリーの前通ったから。そっか。てってってれ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 なんか増えてない？まさか3000万から増えてたぞ。2000万ねー。はいはい、ゴールゴール。6666 5555 なんで6でしょ。え、6だよね。6333 2222やば。見せれ見せれ見せれ。あーあああ、そうじゃん。10億、11億かな。2枚持ってたらどうなの。いや、だから次ゴールした時にもう1回使える。2回目じゃない。やっぱ4倍はやばいでしょ。どっちにしろ4倍になるんじゃん。まあね。でうわー、やば、相当やばい。これもみんな現金持ち。3がいなくなったけどね。うん、物件独占してたら使っていてよかったら。どうしよう、なんかプレッシャーかかるね。北海道これしたらやばいよ、ピンキーがやばい。でも多分次ゴールできないから誰も。あ、いや、できるか。まだピンキーがまだわからない。え、あの千なんとかって。あ、そうか、サリー。そっか、千載一遇でしょ。はい、まだ1枚持ってたか。いや、あ、近い。バーマン近いよ、みんなピンキー以外。ピンキーにあれじゃん。でも星と持ってる。映画監督来ない。誰だ映画監督。20%すごい。松山の映画監督記念館ある。記念館立つぐらいだから。さすがに13億買わない方がいいね。6000。あー、これ欲しいけどね。うん、6000になっちゃう。1億で 20% あるね。いい感じで、うん、いい感じで。あ、で10だよ。ピンキー10。みんな近い。ピンキー意外といたのか。こういう場合多分パパじゃないや、タンになるよ。パブ。パブ。なんか今回貧乏平和すぎじゃない？ね、何の変化もない。それそれ。まあ1年しかやってないから。10出て。1年もやってないよ、だって。あ、1年かちょうど。10。まあ10じゃなくてもいけるかもしれないよ。おい。いける。全部のマスいけんじゃん。独占できる。すげー。ここら辺。これもう負けたわ。これどっち？あ、使い切った。ほら、やっぱこれ捨てた方が良かったんだよ。急行まだ新品だったが。いや、ピンキーが決めたもんね。あ、そうだ、ピンキーが決めた。そう、もうちょっとでなくなりそうだった。でもまあゴールできたからいいんじゃない？急行だったらゴールできなかった。確かに。え、これどっちなんだろう、パパってさ。どっちも同じマスだったよ。14だった。あ、18。どっちもつくんじゃん。わかる。いや、サリーだったよ、さっき。あ、サリーが一番。10。あ、ほんと？あ、違う、でも10だったあれ。ま、あ、でもまだ見るだって。こんだけやってみり？相当差があった。パパ何もしてないんだなって今年。ああ、確かに。これはいらない、これはいらないでしょ。さっき一等地使ったからかな。ああ、の枠があるから。あ、まだある。サリーさんって言ってなかった。そうだよ。サリーが一番8マス。それでは皆さん、一ターンで終わっちゃったよ。ね。お、あ、ちょっと遠い。上だよ。クマさんがいるところ。クマさん？ほら、クマさん。これは宮城くん。わかし焼き食べたいな。仙台。あかしたこ焼きをね、食べさせたい。え、なんかお椀に入ってる。スープに入ってるたこ焼き。これ。美味しいんだよ。いい買って。買って食べる。独占。これ結構ピンキー追い上げてきてる。あかし海鮮もんだね。
ちょうど。いやみんなやば。これタリ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 。これサリーだな。何にもできないのよ。ああ独占。ああ独占。すみませんすみません。鳥か？ここは？どうやって見んだっけこれ？え普通に。えだって行っちゃうな。大丈夫大丈夫。ああ。みんな見てなきゃ。15。どうやって見んの？やり方がわかんない。あ、こっちの方がいいな、ね、どうやって見んの？なんか ZR だよ。いや、できない。え、なんかね、パッキーどうやって見んの？いけるかな。え、ちょっと、違う違う、そう、いけるかなの方がいい。いける、あ、違う、止まってからの。あ、止まってからなの。そうじゃあ好きなとこ見れるわけじゃないの？あ、でも見せてる。いや、その後止まってから見れるってこと？いいの？これで見れるの？あ、違う。どうするの？え、あ、たぶんじゃあプラス押し、プラス押すの？でもう一回。え？あ、そうする。あ、違う。あ、ほらほら。本当だ。こんなことしてた？いや違う。なんか画面暗くなかったんだよね、その時は。さっきの映画監督みたいな。松山だったよね。見てくれそう。書いて、夏目漱石が暮らした正岡式の故郷。夏目漱石聞いたこと。え？ぼっちゃ。うんちのところは。うんちのところ？新しい。広島だよ。わあすごい。うんち。あれだね、原爆。そう、原爆ドーム。これは？ピンキーがいるところは？ピンキー？ピンキーがいるね。早くやろうよ。ピンキーどこ？あいた。明石。わあすごいところだ。タコの水揚げ量全国第1位。やったー、1位だ。タコ焼きだからよ。待って、明石焼きは卵焼きとも呼ばれるんだね。へえ。そっか、確かに卵入ってんのかな。忘れちゃったな。でもめっちゃうまかった。ここめっちゃよくね。ね、いいよね。よし、ここで一気にピンキーを突き放す。解き放さないで。はい、3台。やばいやばい。待って、移動系カード本当持ってない。本当パパとさんはね、カードが弱いんだ。うんちカードしかない。え、どうやったの？ワイ押すだけここ行った。え、なんでさんざれなった？なんだったけど。あのサイコロ振る前と。あ、振る前か。なるほどね。そういうことね。振っちゃってたからか。どうしよう。待って、本当にカードが弱い。見て。いや、パパも弱いんだ。どうしよう。6。何にもできない。カード持ってない。ほんとやか。下いけるよ。絶対ボンビーじゃん次。でもまだあと一旦猶予があるから。確かにカードもらって1分。そうだね。エンジェル、あ、エンジェル、デビルもあるよ。いや気をつけて。剛速球カード3の銀次もあるよ。いや、パトカード持ってるから。ぶっ飛びもあるからね。行きます。ぶっ飛び、ぶっ飛び。おー、神がかってる今日。下鍛えだよ。それいい、別にいいでしょ。え、上の何あれ。急行。急行じゃない。これあのガブリエルじゃなくて、なんだっけ、ラミエル。いや、それは違う。違う、エンジェルの。え、じゃあ進化するじゃん。うん、でも1億だよ。後半だから多いね。充電器こっちにあるよ。サンが充電して先手チグ使って。チグ、え、またラーメンじゃん。いい、結局サンです。サン、あ、エンジェルカード2人います。エンジェル2人。え、違う、怖いんだ。熱くて今日髪がかってる。こっち充電できませんよ。左中、全然。おお、いいじゃん。え、だからあれだよ、5マス離れたとこに行く。持ってちちちちょっとピンキーとサリーにやられちゃってんな。あー、売られた。うわー、高いの売られました。え、1億の物件2個売られた。誰が？え、5000万サリー。いや、半額で売られちゃうから。半分2分の1割る2。もともとは1億。あ、食べてるよ。ベー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 。
ピンキーカード使え。今何発？56。押し飛び。それ。それ。うならの下。あれ違う。違う。あっち行けの下。これ？それ。カードだ。どうなる？15。15だね。恐れ山。15でいい？うん。強すぎ2人ともワープしすぎなんだよさっきから。だって星飛びと周遊あのサイコロがいっぱいのやつですぐゴールに強すぎるよほんとすぐゴールだよ。やばいな移動系欲しい。変えなかった。変えカード売って違うのか。うん、もう物件買うしかねやることがないの。ヘリポートある1。あこういう時6出ちゃうんだから。あまた独占。もう独占にかけるかそれともカード あるカードでも戻っちゃうんだよな。うわーどうしよう独占するか進むか、うん、よし進むか。内山おお。こうかな。オッケー。さ。生口でも。じゃあ生口。いやだからこれ一年終わるまで。あと二ターン。行きます。二ターンってでも三月で終わりじゃない。ああそうだっけ。あじゃあこれ最後じゃん。うん。進まない独占すればよかった。あるなんか。カードぐらい。本格パフェ。やば。1億100ってすごくない？カードな。この後だって継続するんでしょ一応。まあ一応ね。できたっけ？カードも欲しいんだけど。これ足に。頭はげてるのに。ほんでね、タオルで頭を拭いちゃった。なんかね、あげるんじゃん。誰が言ってた？友達？うん、やだ！やだそれ。もう一個ある。なぜなぜやだ。なぜなぜはダメ。なぜなぜはダメ。まあ、なんかみんなやってない。物件買っちゃいます。もうお金ないんで。誰だよ。なんでそんな覚えてんの。でもお金こっち洗ってなかな。うん、うん、こっちからやった。あ、終わった一旦。終わったよ。終わっちゃったら終わりになっちゃうんじゃないの。あれ終わっちゃったよ。サリー大丈夫。次もう一回やる。いやもう続けますかみんな。出るよ。最後出るよね。えでもこれ一旦あれじゃないの。誰が1位とかなってるね。そう一回ね発表になると10年だから。えでもビリってこと。ピンキーゆっくり発表してもよろしいでしょうか。もちろんねもう今からちょっと見るからちょっとさあ一番盛り上がるところねえ絶対無理だよね。あんなにどうだろう。パパ結構最後の方か買いまくったし無理だよ絶対。よくにおピンキー社長、最初の目的地つ2年目ピンキー社長次の銀次にピンキー社長しか出てこない。さあ10億突破。ピンキーとさピンキーばっかりだ。やばあパパパパパシ11億生まれた。あーこれねトラブルが出てこない。サリーです。サリーが出てこない。サリーニュース少なくない、うん、10年やったあれだけ。でもさ何にもないいいこと悪いことが何もなかったってことじゃない。まあいいそれだけなんかねー絶対悪いことしか持ってなかった。いやそのほうが10億突破とかあったじゃん。いやこれはサリーじゃない。いやどうだろう。いやパパかピンキーなんだよ多分。ウィリーが あれ童貞
誰？赤。ピンキー。ピンキーだ。あー、ビリだ。だ、そこまで上げてダメだったか。やっぱ一等地を抜くが効いてんだよ。パパの。いや、ここはパパには負けないでしょ。29億。さすがにパパには負けないでしょ。物件の量が。結構買ったけど。やっ、誰あれ？あ、サインだ。サインだ。1位だったのに。どっちだ？抜かしたぞ、パパ。でも3結構さ。じゃあ3、物件めっちゃ買ってるし、お金も。いや、もしかしたら貧乏にすごいさ。あ、待って、もう最後の。あ、3。やっべー。あ、おなら。あ、おなら好きすぎです。やった、まさかの1点勝ち。パパと多分サリーね、僅差じゃない結構。いや、パパが一番盛り上げたんじゃない？キングボンビー喜んで。何にもしてないのに、たった一枚のカードで。どっち、やば。赤ちゃんピョンピョンして。あそこで使った判断よ。赤ちゃん。やった、でも。どうどうどう、ほら。あ、いや、パパも意外と見て。え、2億しか違わない。見て見て、ピンキーとサリーの差。ピンキー見てよ。でも44億だよ。頑張ったくないし。スタートいくらだったっけ。いや、もう物件もなかったよ。前は0円だった。ねえ、44億まで行ったよ。誰か持ってて0円だった。最終ターン全員上がってるじゃん、これ。確かに。ボンビーが弱すぎたよね。ボンビー何もしてないじゃん。ずっとゴールしまくってた。収益、あ、やっぱ物件は、サンとサリーだ。あ、でもパパとサリーそんな差はなくない。そうだね、最後結構買ったから。ピンキーはまあ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 、どう？おお、いや、ピンキーめっちゃやばかった。ピンキーヘビみたい。パパとのヘビみたい。悪い時の差がやばいよ。キングボンビーにね、地獄に連れてかれた。そうだよ、そうだよ、それで2回間違えた。そうだよ。全然そうだ、2回も間違ったんだよ。全然出なかったやつか。あそこの上のところめっちゃギリギリ。3の上がり方やばいね。やばい。グリーンってどんどん上がって、でもパパも9、一気に上がってる。あれ多分カード使って一気に上がった。30億もあった。おお、ピンキーだけ。ピンキーでも頑張ったよ。あんなにさ、サリーもずっと上がってる。ほぼ、え、だって一瞬パパが1位の時悪くない？いや、どうだろう、どこで止まってるかによって。なんかみんなあそこ交わってるとこない？ああ、すごい拮抗してる、あそこ。かっこよ、このえ、その時のピンキー一番下すごい差がやば。いや、おお、イベントどうこれ。目的地見て、すごい目的地。ピンキー見て、一番止まってる。そりゃ星飛び周遊の力でしょ。プラス、プラス、ね、なんだなんだ、パパ6回ゴールしてる。一番上、なんだ、3が一番少ないよ。本当だ、カードいっぱい使ってるね。カード売り場、でもパパとピンキー同じで、あんだけカード、カード収入やったの。なんでサリーとさん行くの。いや、本当だ、なんなの。パパ2回なってるよ、なんか。え、だから11億1回あれっすマイナス。ピンキープラス少な。やばいプラス17。なんか地獄にずっといたりしたからだよ。その時もうずっと地獄だったもん。貧乏神。貧乏神。ヤバさん。サフィヤバ。でも1位ね。見てサフィ。ヤバ。なんでそんなにいてあるさあ。ねえ、13って何？一番の。まあ、これも実力の。貧乏神がついた数。そうだね。はい、見てたもん。ストロイドを2回。あ、でも。ストロイド。あとピンキーばっかり。でもこれで3位ですから。デストロイゴサリーもだよ。あ、なってた、ね、だから周りなんで全部ついてんの。ココもだよ。ゼロない。ココって誰？ココは物件売るやつ。あの、かわいい女の。1回だけやられたんだ。赤ちゃんは？赤ちゃん、赤ちゃん書いてないね、うん、え、ビッグボンビーって何？サンタさん？あ、あ、そうかな、サンタさん。サンタさん出たの？出たじゃん。出た？え、どうする？はい、はい、え、サンタが出たよね、前。え、これって続けるできない？え、出なかったっけ？でもさ、セーブした後にさ、ね、ここのクレーム、これを続きから始めますかみたいな。ほら、来た。三社長さんの見事な勝利。やった、もう終わりにしよう。三社長さん、改めておめでとうございます。やったー。ところで、え、何？偉大なる記録を樹立したってよやばい。どういうこと？
総資産の部分で新記録を達成。なんで80億いったから。いやもっといってるでしょ。総資産でもそんなじゃん。総資産って最後の今まで新記録。ああ、嘘、100億いかなかった。なんかで言ってた。え、だって30年ぐらいやってるよ、記録あるよ1個。それで80億いったらね、やばくない？どうなんだろう。あ、いけるよ。何、桃鉄事件簿って。あ、さっきのやつで、さっきのさっきのキングボンビー何回。あれ、もう1個のコントローラーは キングボンビー何回とかのさっきのあの記録。もう1試合ってこれなんだろう。多分それじゃない。これさ、続きからできんのかな。できるでしょ。え、もう一回さ、最初からになっちゃう、これなんないでしょ。いや、わかんないよ。あった、それでほら、いや、いけ、多分いけるよ。もう一度だから最初からね。最初からっぽいよね。続きからみたいできないの。でもなかったよね、事件簿とやめるしかなかったよね。うん、これでハイするしかないよ。やめてからあれ続きができなかった。でまあ記録は残ってるから、うん、そこからまあやるよ、これハイにするよ。うん、なんか最初から、あ、どうこれ、これ最初、これ最初11年からなる、これシャッフルがいい。あ、でも順番は、ま、前のやつと同じだった、引き継がれてるよね。こんな感じになった。プラス何？順番だけ変えて、これで4月とか。怖い！このロードが長い！リセットされてる！長いよ、ロードが！あー！東京から？オートセーブになっちゃったけど。あ、あ、最初からじゃない？これ。てってれってってって。あー！やだ！はい、はい、はい、最初からになってしまいました。9年で、あー、はい、もうこれどうやらできなかったのかな。だから増やさないとダメでしょ。なんか前できた曲、間違ったよ。え、こっからはできんじゃないの。できない。あ、でもクリアしちゃったらダメか。もうだってそう、データがもう消えちゃってるもん、さっきの。いや、だからさ、あのさっきの始めますかにしなかったらできんじゃん。できたのかな。いや、しょうがない。あれは延長しますかみたいなあった気がするよね。うん、だからこっからここの画面からなんかこっからなんでクリアした後そのまま継続させてほしいよね。いやーってことはもうこれ桃鉄終わりかな。はい、最新作ワールド出たらやりましょう。やりますか、もう一回ね。最新作で100年やります。まああとやりたいゲームいろいろあるし、ディズニーのやつとかやりたいんで。ディズニーの進むやつ。そう。とかマリオの新しいやつとか。え、いつ出んのそれ。それもでも多分桃鉄と同じ時期だった気がする。桃鉄よりマリオがいいな。ということで桃太郎電鉄。はい。最終決戦。3が優勝。はい。2位がパパ。3位がサリー。4位がピンキー。はい。前は1位だった気がする。そうだね、確かに前ピンキーでした。なんだかんだピンキーいつも強い。ご視聴ありがとうございました。また家族の次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。じゃんけん。